じゃあ私はこれで。すみません、お先に失礼しますね。よ、見ろよあれ。大丈夫か。ええ、お待たせしてしまって。今店を出た。車はまだか。急な追いつけだったもんでな。お嬢様の具合は？問題ない。そっちがすぐに来れば。了解。あと5分くれ。少し車を待つ。ごめんなさい。やっぱり気分が。時間がかかりそうならタクシーを。わかった。通りまで行ってみよう。飲みすぎちゃったみたいで。祖父には内緒にしてくれます？余計なことは言わない。ねえ、大丈夫？よかったら俺らが女の子を送ってくよ。いいんだ、間に合ってる。うちすぐそこなんだ。タワマンの30階。おいでよ、みんなで解放してあげっからさ。おい、おさむくんが親切で言ってくれてんのに無視かよ。どうも、僕がおさむくんでーす。どけ、俺一人でよけりゃ後で好きなだけ付き合ってやる。何舐めた口聞いてんだ、おっさん。トラブル発生。車はまだか。到着まで3分。何があった？後で話す。少し休んでるといい。あの、大丈夫なんですか？俺らはこんな時のために呼ばれてる。どっかいいとこのお嬢様なのかな。大丈夫、うちの親もね、聞いたら絶対知ってる会社の社長。いいの、俺らに手出したらただじゃ済まないよ。お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。おさむくん、こいつやる気だよ。まあおじさんはお仕事でやってんだろうしな。それにさ、恋ってのは障害があるほど燃えるもんだ。さあ、お嬢様にいいとこ見せちゃおうぜ。よせ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 、俺の車！はあ、マジかよ。お前、誰に手出したか分かってんのか？ただじゃ済まねえぞ。案外優しいんだな。はあ？自分がこれからどんな目に遭うかより俺を心配してくれんのか。いや、ちょっと待ってください。思い出しました。あなた、マルヒナの社長の息子さんですよね。マルヒナってあの有名な商社か。どうしてそれを？去年祖父の誕生パーティーに来てくれましたよね、お父様と一緒に。え、もしかしてあなた荻窪幹事長のお孫さん？ええ。これはとんでもないこと、申し訳ございません。今夜は留学先の中東の友人が日本に遊びに来ていたので、初めて六本木に来てみたのですが、あなたたちもよく遊びにいらっしゃるの？いやいやいや、僕らもたまたまです。
本当に何とお詫びをしてよいか。いいえ、私もこんなに酔ってしまって。お互い今夜のことは忘れませんか？もちろん。私は今夜何も見ていませんし、誰とも会ってません。私どものことも幹事長にはご内密にしていただけますか？ええ、ありがとうございます。本当にすみませんでした。よかったのか、あんなやつ見逃して。気にしないで。そんなことより今はもっと大事なことが。ん？お願いだから早くどこかで私を休ませて。おい、車どうなってる？いつまでかかってんだ？もうすぐ、あと3分。さっきも3分って言ってたじゃねえか。気持ち悪い。Not the man till you beat the master. You got the plan, then we get the action. I got the answers to what you're asking, but can you handle a hand to hand? If you're not advancing, there's no advantages. It bring madness, syncing up with the savages. With bad habits, by the way of the dragon, a fight within. Get ignited from real passion, the tires within. Heavy wind, I've been traveling. Now you know me as somebody that you never knew a face. She ain't never seen a ghost of my old truth. Burning through the pages of my soul, leaving no proof. Only ashes whisper for the memory of my past, but it's no use. And if I got a second chance, I had no clue. I'm in the shadows, hiding where I'm supposed to. And you probably wouldn't believe it if I told you. The only way you gonna see it if one I showed you. One man walking alone, lost in the land, running from home. One chance, right the wrongs, no one understands you.間違っているかどうかが道しるべとなっていた頃の空はどんな色。涙で流れること諦めたような悲しみさえ終えずにもなることを拒んだあの時の叫びさえ。僕を殺すことも適す今日のものと生かすの気がすことなく注がれるこのガスを報われるかどうかで選ぶ選択肢変わるわけない。あるはずないだろう。バカ見るかどうかは俺次第。全てないだ時の中で僕らいつか笑えるかな。任務ご苦労様でした。ただその後がよくありません。おつまみとはいえもう少し野菜は取らないと。いつでも俺を監視してるってわけか。迎えをよこさなくとってもう戻るつもりだった。そうでしょうね。もちろん疑ってなどいません。この車は禁煙ですので。さっきの店でもっと吸っときゃよかったな、シャバの空気を。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。ちょっとで、すげえ
女とか火を殺せ、撃ち殺せ。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのいろはをすべて大道寺先生に教えられたものだ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。それを気持ちよく受け取ってすべての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？なめるなよ。命が惜しくないのか？場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。え？いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる？死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。トレーラーが入ってきた。予定より10分遅れだ。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ止まれ、こちら。違う客か。おい、こいつは何だ？コンテナにブツはなし。取引は中止。繰り返す。取引中止。現場にいる者は即時撤収。上等だ。
兄貴、こいつが花輪ですわ。おい、手貸せ、行くぜ。乗せろ。花輪をさらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ。お前まさか。一体何か考えるのは後だ。立てるか。奴ら私をさらおうと。でもなんで。花輪、ええ、自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ、よく言った。大丈夫か、花輪。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は？それより、我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は、彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花輪さん、賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何？そうですか。急げ、もうそこまで消防が来てる。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を。ああ、ただの人違いだってのに、ずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か。要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ。お前は何を。見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。犯人の男。やべえぞ、行こう。一緒に来てください、キリアさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。
俺は桐生って男じゃねえ。だが売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど、大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったらそれは俺らの方で外して差し上げます。何？獅子堂やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ？そういうあんた、大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。獅子堂、どすはあかんで。キリオさん殺してどないすんねん。ほな、半殺しでやめときます。好きにほざいても。行くぞ。さっきから小綺麗な喧嘩やな、キリオさんよ。格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど、見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ、若造。よっしゃ、第二ラウンドや。楽しませてくれ。拾えよ、構わねえぞ。殺し合いにルールはねえんだろ。老いぼれが俺に勝ったつもりでおるんか。もうええ、時間切れや。ゲリオさん、もう抵抗戦と一緒に来てください。花輪さんが死にます。あのよかったら私から話しても。おう、上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば今何をすべきかすぐに分かります。つまり私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私です。花輪、クソ、獅子堂、どうすもって何する気やった。目的忘れんな、車乗れ。せやけど貸しだ。この人たちはアモを見とったな。お前も俺もや。はよ乗れ。足のつかん飛ばしのスマホです。後でまた連絡します。初めからやり直させてください。せやけど
余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れ。横浜の海に沈んでもらいます。どういうつもりだ。俺はあんたとゆっくり話がしたいんです。そのために時間も金もかけた。詳しくはまた後で。ここにもそろそろ札が来る頃や。名前くらい名乗っていけ。八代目近江連合直参、渡瀬組の鶴野と言います。渡瀬組だと。うちの親父はあんたも知っての通り、渡瀬勝、近江連合本家の若頭、つまりは実質極道の頂点に立つお人です。あんたに力を借りたいっちゅうも親父の意志や。騒がせて悪かった。すぐに出ていく。誰か血だけ吹かせてくんねえか。そういうことでしたらこちらへ。すまねえ。